上の図のようにガメランの音楽は循環的な構造を持っています。一定の拍数の周期で成り立つ骨格旋律が何度も繰り返されます。螺旋状の数字は骨格旋律の音の高さを表しています。ランチャラン・マニャルセウの骨格旋律は1周期16拍の4周期分が循環しています。それでは実際に聞きましょう。